どうもこんばんは。今週も始まりましたリーコンプレックスキックオフ15 YouTube レディオ。関西初男女13人のダンス&ボーカルグループのメンバーがお送りするこのラジオ、私長澤翼と、私村上元樹と、辻内稲荷です。よろしゅうございます。よろしゅうお願いします。はい、ということでですね、はいはい、もう10月も最終というかもう終わりを迎えようとしております。そうね、早い、今年ももうすぐ終わりですよ。いやちょっと嫌やな、なんか今年はなんかまあまあそうやな、なんかそう、なんか満足いってない感がちょっとあるな。なんかいろんなものをこうやり残してる感はあるけど、うん、まあでも仕方ないっちゃ仕方ないよね。まあそうね、なんかいろんなことは勉強できましたもんね。うん、だからこその得れたもんとかもあるしね。確かに確かに。でもさ、この10月も終わり迎えるけどさ、うん、一気に多分ちょっと寒なってきてると思うね。そう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 思うよ。え、風邪ひいてない？いや風邪なのかなと思ってたんですよ、うん、なんかちょっとうわやばい鼻水出てきたと思ったんですよ、うん、絶賛花粉でございます。あー出た、やばい。え、風邪じゃないんですよって。え、風邪じゃない、風邪じゃないって言ったやん今花粉って、花粉言うて、その言った後に風邪じゃない、いや分からんやん、風邪じゃない言い訳かもしれんで、ハッシュタグ風邪じゃないハッシュタグ風邪じゃないんでツイートしてもらったら、そうですね、ハッシュタグキックオフ15とハッシュタグ風邪じゃないんでいいです、皆さん大丈夫です。いよりは花粉持ちじゃないんです。花粉、あの春ですね、私は。あ、春なんや。春です。季節によってそっか違うんか、うん、俺花粉持ってないからさ。うわ、花粉持ってる人によう嫌われんねん。うん、嫌いやもん、嫌いすんごい嫌いな、おかしいねこれ全然おかしいからさまあでもちょっと一気に冷え込んできてるから、うん、ちょっとあの格好とかもあったかい格好せんと、ね、一気にこう、うん、なんやろ、ほんまにこの間まで半袖着てたんちゃうかっていう時あったけどさ、そう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 、もう上着必須じゃない、うん、必須よな。トレーナーとかも来て、うん、もううちでは毛布も発動しております。うわ早いな。え、犬のあれこたつ発動したね。いや嘘やん、ほんま。え、早寝てるん、まだ夏布団。いや、あ、夏布団やけど、あのパジャマをちょっとパーカーとか、うん、トレーナーとか着て寝てる、はいはい、あ、着るもんを、そう着るものを、ね、そう分厚くして、着るもんはそのままで毛布にしてますね。うわちょっと俺ももう切り替えなあかんな、ね、うん、だから布団からどんどん出れへんくなってる。ほんまやな、めっちゃわかる。まあまあ寒いけども、はい、できるだけ悔いのない1年にしていきたいと思います。そうですね、ということでラジオも最後まで楽しんでいきましょう。リーコンプレックスキックオフ15 YouTube レビュー。改めまして長澤翼です。お久しぶりです。村上元樹です。辻内稲荷です。ですね、ご報告がございます。何ですか？あ、僕と元樹からなんですけど。あ、その話ですね、はい、はいはいはい、ご報告でございます。あの僕たち鬼滅の刃見に行きまして、はい、あ、ねずこちゃんは見ましたか？あ、ごめん、あ、祈り、あ、祈りか、間違えちゃった。スクリーンから出てきたんかな思ったわ。人間にも戻ったんか思って、びっくりしたなんなん、めっちゃすごい話するんかなと思ったら、いやいや映画すごいよ、すごいよね、ツバ出たわなんかツイートしてたのは見たけど、うん、はいはい、まあ、そうなんやぐらい。おい、詳しい社会現象やつ、ほんまやぞ、つやばってお前俺らが行ってからやぞ、メンバーちょっと行き出したんそうやで、メンバー行き出したんて、そら俺ら初日で行ってるあ、そっかそっか、そら後しか行けへん。そうなん、俺ら初日で行ったよ、チケット予約して、そう、つばさんが取ってくれて、うん、お昼にパーって時間空いてる間に行こうか言うて出た。え、そんなめっちゃええな、めちゃくちゃええよ、泣いたよ。そう、あ、泣く系なの？めっちゃ感動するよ。感動なあれ。いや、え、何やと思ってるけど、なんかちょっと戦って、うん、どっちが勝敗か勝って、いやいやみたいな終わると思った。え、そんなノリで来てる今日、確かにこれどうします違う違う違う、だってそんな話するって鬼に戻すぞお前や、あ、ねずこかな思ったわもうええてなんかやんねんなんかねずこっぽさあるな、あるな、言うな結構、うん、そう、言われたやろ。え、言われたことあるで、あるんや、ある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 、鬼のな、でも、うん、そう、鬼の人間のねずこちゃうで、うん、鬼のねずこやで、うん、いいのそれ、竹くわえてる時の方やけどな。あの、お待ちしてます、実写版。何待ってねずこ、お待ちしております。あげへんわ100なこんなそれはそれで許さない、そうなんでやねまあまあ、でもほんまによかったんですよ。よかったよ、すごくよかった。なんで引いてんの？いや、勝手にしてや。じゃあ、無理無理無理。え、もう引き込んでんだよ、俺今。あ、ちょっと待って、分かったかもしれない。もしかして一緒に行きたかった？うざいわー。なんなん今日。なるほどね。なるほどなるほど。まあ、もう全然誘わんけど、ね。興味なさそうやもんな。見ようとは思ってますね。嘘つけやそんな。ちょっと斜め下見てなんか見ようとは思ってますね。やばいわ、こいつ。マジで。あかん、もうあかん。祈りとはいきません。まあ、まあ、一応見てから
決めますね。1そうですよ。あの、あれらしいよ、テレビでやるねんって。あ、そうなんや、うん、もうやったやろ。じゃ、いや、録画、うん、録画してんねん。あ、そうなん。で、それって全話じゃないのよ。そう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 。最初1話から、5話までかな。そうですね。と22話からみたいな感じの、うん、確かそんな感じで間間でやってんねん。だから間抜けてんねん、言っちゃえば。でもその間をちょうど、まあもうやってるわ、23日。あ、そうなんや。それを金曜、毎週金曜日毎週やんねん。ええー、めっちゃ知ってるやん、うん、それ見たかな。あのニュースで見たそれだから、それで全部見れるから、ちょっと見てみて。ちょっとちゃんと見ます、うん。見てください。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、もう、鬼滅の話で持ち越してもあれなんで。そうですね。もう月日から。そうですよ。ほんまに止まらなくなるから、うん、特番やらなあかんと。そうね。ずっと言ってるからね。はい。ということで、じゃあ、コーナーいきますよ。はい。いきます。これやろ !50! そんな感じやったっけ。なんか、まだやっぱちゃんと決まりきってないよな、翼くんの中でも。なんか、うろうろしてんな。うろうろですね。うろうろはしてる。はい、ということで、はい、これやろ15、はい、メッセージ、募集しまして、はいはい、そこでもらったものでいろんなものを答えていって、うん、行こうかと思っておりますんで、はい、じゃあ来てますか。来てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ読まさせていただきます、はい。ラジオネーム金魚ですさん。金魚です。最近めちゃめちゃ寒くなってきたのですが、うん、皆さんの真冬によく聴きたくなる曲は何ですか、うん、ほうほうほう。またその曲をどんなシチュエーションで聴きたいですかというメッセージで。なるほど。ほんまに冬に向けた感じやな。はい、そうやな。冬に、まあ夏に聴きたい曲とかって出るやん、全体、うんうんうん、それの逆で冬にも聴きたい曲って、冬のソングっていっぱいあるやんか。そう、いっぱいあんねん。だから、ね、なんか俺夏以上にある気すんねんな、冬ソング。いや確かに。だから嫌やわなんか冬ソングをちょっとこれこういうどういう場所でやんな。そう、どういうシチュエーション。ほんまにその寒い時期や、うん、12月1月ってことやな。そうね、あります。だからクリスマスソングってわけでもないもんな。そうそうそう、ほんまに冬やんな。うん、はい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 。どう。いや僕はありますよ。何もあるよ、はい、俺もあるよ別に。あるけど、うん、どんな感じで聞くって。そうやな、シチュエーションが難しいけど、うん、あるね、曲は。むずい？なんで、あ、じゃあ祈り、祈りからいこう。あのね、私、あの、まず曲は、うん、あの、清水翔太さんの、冬が終わる前に、うん、あ、いいね。曲なんですけど。世界中のやん。そう！めちゃめちゃいいんですよ。いいね。やっぱさ、こういう曲ってさ、なんか、クリスマス思い出すんよ、個人的に。まあ、やっぱり印象強いよね。うん、そう。だから、クリスマスイブの、誰もおらん、道。うん、で聞く。あ、ちょっとわかる。でもそれはなんかちょっとエモい。夜中とかで人通りのちょっと少なくなってる時間ね。しかもイブで24の時。そう、 5じゃない、ね、4の。わかるやろ。ちょっとわかる。あのな、イブの方が好きやねん。そう、めっちゃわかる、めっちゃわかる。なんかでもさ、もうなんやろ、イブの方がさ、なんかクリスマス感出てへん、うん、そう。あ、確かに。なんだろうな、このめっちゃわかる。風習っていうのか、まあ、25日はそれはサンタさん待たなあかんから、うん、そんな外出できないもん。確かにな。何やそのテンション。何や、俺今間違えたことでも言うかな。そんなサンタさんキャラちゃうやん。いやいやいや、待っとかなあかんでしょ。そんなサンタさんにそんな熱意。そう、いやいやいや、もうちゃうやん。一番そうよ。あの、自宅待機しとかなあかん時を。その25日だ。そうね、うん、間違いないけど。だからこそイブに聞きたいっていう、はい、いやー、わかるね。そう、イブの夜道。そう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 、そう、いいですね。いいね。もうときは僕ね、あの、アーティストさんはあのリーコンプレックスさんっていう人なんですけど、あの結構そうダンス&ボーカルのグループの方なんですけど、うん、の最初の雪が降る前にっていう、うんうん、自分らの曲やえけど、うん、ほんまに、ま、これはなんか冬に聴きたいなって思った理由が、うん、この夏場最近あの、うん、曲をランダムでイヤホンで聴いてて、はい、降って流れたんですよ、はいはいはい、うん、改めてなんか自分で言うのも恥ずかしいけど、うん、なんかええー、なと思って。いやでも確かにわかる。わかる、わかんねん。そう、なんかそう、なんだろうな、わ、なんかめっちゃええわと思って、それを冬に聞きたいなって思ってる最近。わかる。なんだろう、こうクリスマスのドキドキ感、うん、クリスマスというか冬の、そう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 、冬の恋のドキドキ感みたいな感じがすごいキラキラしてるのよね、うん、そう、だからそれを冬にちょっと聞きたい。じゃあ自分がどうなるかをなんていう、試したいじゃないけど、はい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 、ちょっと聞いてみようかなって思ってます。あの流れてきた時の感じはわかる、でしょ、わかるわかる。そう、不意に来たら、うん、もう俺らの曲やけど、なんか、うん、そう、なんか自分で言うのもね恥ずかしいけど、なんか、ええやん、わかるわかる、そのってなる。
あるある。そうだから僕はそれですね。いいじゃないですか。いいよ。そう、まあ、翼くんは。僕はですね、ドリームスカムトゥルーさんのおー見たソング。あー、好きよ。いやこれいいじゃないですか。いい。もう多分ね、知らない人いないんじゃないかっていうぐらいも有名な曲なんですけど。有名ですね。この曲シチュエーションとしては、はい、なんやろな、ちょっと暗いところで聴きたいんよ。ほう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 。あんまりこうイルミネーションとかキラキラしてるところよりかは、あえて、いや、あえて俺は分かる。室内で、例えば自分の部屋で、うん、うん、そうやな、そのイルミネーションがあったとしても、うん、窓からちょっと、あ、めっちゃ分かる。イルミネーションがちょっと、ね、感じね、カーテン越しに、うん、分かる。あっちの方ちょっと光ってんの、ね、ぼやけてるなんかイルミネーション分かる。チカチカしてる感じで、窓もあの透明のじゃなくて、あのなんかモザイク的なやつ。分かる。うるさいわかる。あのモザイク的なんで、光がぼやけた感じのイルミネーションになってて、うん、で室内をちょっと、うん、あの豆電球ぐらい。あ、わかる。わかる。間接照明的なね。いいな。いいね。聞いときたいかな。そこで、いいな。うん、そうやな。別に何も考えんでもいい。ぼーっとしながらこれ聴くでもいい。いいよな、それ。いいね。なんかあえて何かをこの曲でこう感じながらとかっていうよりかは、シンプルに冬を感じたい。うわ、めっちゃいいかもしれん。その冬を感じる曲として、この曲は俺は好きかな。うわー、いいね。全部いいな。あ、今のいいねの言い方、あれやで。あの、ツイッターのいいねに音出るならそれやった。なんだ、めっちゃ良かったと。いいね。そこだけ切り抜いて、なんか効果音つけて。やめて、やめて。やめて。いいね。かな、俺は。いいな。めっちゃいい。うん。シチュエーションちょっと、ちょっと意気がってるけど。いや、この意気がってるぐらいか、ちょっとなんかええねんな。ええー、な。なんか冬ってなんかあるよな、そういうなんか。わかる。なんか一瞬自分に落ち着くよな。そう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 。わかる。なんか夏の開放感と違って、うん、冬のこう閉鎖的な、こう、暗い、決して暗い気持ちじゃないねんけど。そうね。こう、染みて感じたい感じ。うん。うん。浸りたいよ、ね。浸りたい。うん。みんなと共有したいというよりか、自分の世界で。いいな。ね、うわ、ちょっと冬はよ来てほしいな。わかる。今思って、ね、っ今思った話してて、冬の良さがちょっと今恋しくなってる。そうなんよ。秋も好きやけどな、この今の時期。わかる。ちょっと寒くなってきたぐらいが、うん、まあ、けどね、またあの冬に読む鬼滅の刃もまた違いますもんね。あ、もしかしたら冬まで映画やってるかもしれんから、わからんけどね、秋の鬼滅の刃と冬の鬼滅の刃のまた感じ方が違うかもしれない。そう、うるせえよ。すいません、すみません。ありがとうございます。まあでもそれぞれの曲のなんかイメージはこんな感じじゃないですか。うん、そうですね。結構いい感じ出たね。いい感じだと。俺我ながら結構ちょっと俺今年の冬それやると思ってる今。あ、ちょっと俺もちょっと出てみた説は。やってみたいなを実際やろうと思うわ。まあ、金魚さん。金魚さんでしたっけ？はい、金魚ですさん。あ、金魚ですさん。はい。金魚ですさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じの冬の僕たちの、ね、うん、おすすめ曲、はい、おすすめ曲の聴き方をお届けさせてもらいました、うん、はい、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、コリアル15でした、ということで、はいはい、引き続きメッセージに関しては概要欄に貼っております URL のメッセージフォームより質問、出来事、してほしいリクエストなどお送りください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、私たち あのリーコンプレックス公式 YouTube チャンネルがありまして、うん、はい、毎週金曜日にカバー曲などいろいろアップしてるのでぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。あとですね、あのインスタグラム、ツイッター、TikTok もやってるので、うん、ぜひフォローなどなどしてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてリーコンプレックス2月の22日ですね、こちらワンマンライブスターティングポイントカラーアットタイムが開催されます。はい、来ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら場所の方は梅田クラブクワトロさんで開催となりますので、はい、ぜひね、たくさんの方に来ていただきたいです。はい、お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。そして、昨日、うん、配信ライブ、はい、ありましたね。ありました、うん、ありました。そうなんですよ。その配信ライブ実は、うん、11月も予定しておりますので、イエ、これまた10月の昨日に続いて、うん、どんな配信ライブになるのか、うん、皆さん楽しみにしてください。引き続きこの YouTube チャンネルで、うん、無料配信という形でお届けする予定なの で、ね、ぜひぜひ皆さん、またこれワンマンライブに向けてでもありますし、うん、今できる形でどんどんと、ライブに向けて、頑張っていきますので、はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、リーコンプレックスキックオフ15 YouTube レディオ、お相手は長澤翼と村上元希と辻内稲荷でした。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。グッドグッド。 YouTube レディオの呼吸一の方、はい、ありがとうございました。